11月29日金曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。金曜日は、上下芽衣がお送りいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けいたします。出前館。 配達員に福利厚生吉野家やバイクレンタル割引出前館は27日料理宅配を担う配達員向けの福利厚生サービスを始めたと発表しました吉野家で使える1割引きのクーポン券やバイクを割安で借りられるプランを配達員限定で提供します デマ館カンが配達員向けの福利構成を向上的に提供するのは初めてです。待遇を改善し、配達員の確保につなげます。テンセント、2026年に中国でスイッチ関連サービス停止。中国のネットサービス大手のテンセントは26日、2026年に任天堂の主力ゲーム機、 ニンテンドースイッチのネット関連サービスを打ち切ると発表しましたソフトのオンライン販売などを含みますテンセントとニンテンドーは提携して2019年にスイッチを発売しましたが中国はスマートフォンで遊ぶモバイルゲームが主流のため浸透させるのに苦戦してきました京都の食世界市場を開拓お茶やラーメン 魅力磨く。京都の食品メーカーが世界的な健康ブームを追い風に事業拡大に乗り出しています。和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて10年以上が経過し、健康的な食生活を支える栄養バランスなどの特徴が広く認知され、国内外で日本食の需要が高まっているためです。酒造会社や生茶会社は、 伝統の強みを生かしつつ、新製品の研究開発を強化しています。インバウンドへの対応に加え、新規に海外市場に進出する動きも出ています。オープン a i の動画生成 AI が一時流出。アーティストが抗議化。アメリカオープン a i が開発中の動画生成 AI、ソラが26日。 インターネット上で一時公開されていました。オープン AI は空の一般提供を始めてはいません。一部のアーティストらが空の開発において正当な対価が支払われていないと抗議し、意図的に流出させたと主張しています。マンション家賃、23区など5地区で最高値。分譲高騰で余波。 不動産情報サービスのアットホームが27日に発表した10月の東京23区の賃貸マンション平均募集賃料は、専有面積50から70平方メートルの家族向け物件で22万6597円でした。前月から0.2%高く、4ヶ月連続で最高値を更新しました。 同じ面積帯の物件は埼玉県や千葉県などでも最高値をつけています。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った今日ヤングなあなたに知っておいてほしい言葉は、迂回輸出です。チェックしておきましょう。迂回輸出とは、物を輸出する際、直接相手国に送らずに第三国を経由して輸送することです。 自国や貿易相手国の輸出入に関わる規制をかいくぐったり関税を回避したりするために取られる手段の一つです迂回輸出の横行は自国産業に損害を与えるような低価格品の流入や軍事転用できる技術の流出といった懸念につながります安全保障にも影響を与えかねません以上が今日知っておきたい用語 迂回輸出についいててての説明ででししたたニュースで見かけた時はぜひチェックしてみてくださいここからは就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が日経の企業に関する記事からクイズを出していきます。さて、今日のクイズです。ある大手コンビニエンスストアでは初めて ふるさと納税の返礼品事業を始めると発表しました。では、この大手コンビニエンスストアはどこのことでしょう次の3つから選んでください。1、ファミリーマート2、セブンイレブン3、ローソン3、2、1答えは3のローソンです。ローソンは28日 ふるさと納税の返礼品事業を始めると発表しました大手コンビニエンスストアでは初めてのことです広島県の酒や神奈川県の牛タンなど38の自治体と連携した商品およそ5000品を取り扱います地域の名産品を目玉商材として今後も返礼品を拡充していきます他にも 施設やイベントなどのチケットも品揃えするそうです小売・外食業界ではイオン系やスカイラークホールディングスモスフードサービスがふるさと納税返礼品事業を始めているそうですぜひチェックしてみてくださいこのクイズの詳細は日経電子版でご確認いただけます次回もぜひチャレンジしてみてくださいヤング日経金曜日上下芽衣がお送りしています今週私は 日本最古の遊園地に行ってきました。どこかわかりますよねそうです。浅草の花屋敷です。昔、浅草のミスコンに出た時に招待券をいただいたので、その招待券を使って行ってきました。有効期限なしと書いてある招待券は、今月中に使わなければいけないそうです。皆さんの中でその形状の招待券を持っている方がいましたら、急いで行ってきてください。 花屋敷は日本最古の遊園地と言いましたが本当に古い遊園地なんです花屋敷ができたのは江戸時代末期嘉永6年ちょうどペリーが来航した年です造園師森田六三郎によって牡丹と菊細工をもとした花園として誕生しました明治5年頃からは遊戯施設が置かれその他にも珍しい鳥や猛獣の飼育 西洋操り大写真や鳥の陶芸などで大評判となり、かの大正天皇もお忍びで来園されるほど人気を博しました。その後、震災や戦火により、閉園を余儀なくされた時代を経て、昭和24年、1949年に遊園地として再建しました。当初は規模は小さかったものの、 入園無料の憩いの場として広く大勢の方々が利用したそうです昭和28年には日本現存最古のコースターローラーコースター昭和35年には人工衛星と後の B タワーを設置しどちらも浅草の名物となり街の発展に大きく寄与しました2016年からは初の試みとなるイルミネーション営業を開始しました 桜ロマンをテーマに昼間とは異なる光の空間を作り出すことでより幅広い皆さんにお楽しみいただいているそうです今週は目当てだったローラーコースターがお休みだったということもあり次またリベンジしようと思います花屋敷は小さな遊園地ながらかなりスリリングなアトラクションが用意されています特にリトルスターというアトラクションは 星の可愛らしい感じがするアトラクションなんですがその星に乗るとぐるん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 とかなり長い時間回転します小さな子供たちはもう一回もう一回と何度も列に並んでいました私は富士急に行った時にもトーマスランドにしかいられないぐらい絶叫系が苦手なのでスワンボートに乗ったりお化け屋敷に行ったりして楽しみましたイルミネーションもありますしレトロな雰囲気で どこも写真がすごく綺麗に写りますのでぜひこう怖いものが苦手な方も楽しめるので行ってみてください先週もコメントありがとうございました今週もお待ちしていますお伝えしたニュースの詳細は日経電子版でご確認くださいまたヤング日経の旧ツイッター x では次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしていますのでぜひフォローお願いいたします 今週もお聞きいただきありがとうございました。あなたと作るヤング日経、本日は上下芽衣がお届けいたしました。それでは元気に、いってらっしゃい